い、こんにちは。デリ君を車中泊仕様にしていくらかかりましたかっていう質問をたくさんいただいてたんですけど、実のところちゃんと計算してなかったので私もわからなかったんですよね。この度やっと計算できたのでかかった費用を発表したいと思います。まずデリ君の車体価格からネットで見つけて購入しました。そのお値段は込み込み価格38万円でした。ちなみに車検もついてました。そして DIY にかかった費用なんですが、一番高かったのがサブバッテリーですね。今はリチウムイオンバッテリーも安いものが出てきてるので買うなら絶対リチウムなんですけど、当時安いものを見つけられなくてリールサイクルバッテリーにしました。次に買い替えるときは絶対リチウムイオン電池にしようと思います。ディープサイクルバッテリーも 2,3 年は持つと言われているので買えるのは2年後かな。木材からビス、ボンド、その他諸々の材料費を合わせると全部で 198,211 円、車体価格も含めると総額 578,211 円でした。思ったよりかかってましたね。ただ購入したものの中には買っては見たけど使わなかったものとか、合わなくて使えなかったものの開封してしまったので返品ができなかったものなんかも含まれてます。それらは省きたかったんですけど、今となってはどれがどれだかわからなくて全部含めたので実際はもうちょっと安いと思います。あと FF ヒーターや小高圧走行充電器なんかはステップワゴンから取り外してつけてるのでこれは含めてません。実際今回は購入してませんからね。FF ヒーターはステップワゴンの時に一度付け替えてるんですけど、インバーターとか未だに使えてるんですよ。もう20年も経つっていうのにすごいですよね。ちなみにステップワゴンの購入代金は55万円でした。当時の価格にはなりますけど、インバーター、FF ヒーター、サイドオーニングなど車中泊仕様に必要な装備を全て新品で購入するとなると50万円以上はすることを思うとかなりお得だったと思います。その後もずっと使えてましたからね。それを考えると車中泊の装備がいろいろついた中古車を買うのがやっぱり一番安くてお得ですね。いろいろついてても使わないとか邪魔な装備もあると思うんですよね。実はデリ君にもいろんな装備がついてたんですけど、使わないと思ったものは外してヤフオクで売ったら5万円ほどになったんですよ。なので車体価格は実質33万円になりました。こんな風にいらないものはオークションで売れば購入価格を下げることもできるので、ちょっと面倒かもしれませんが、いろいろついてるとやっぱりお得です。最初ハイエースを自分好みに DIY したくてハイエース以外は全く見てなかったんですよね。だけどハイエースは中古でも高くてなかなか手が出せずにいたところ、たまたまネットで見つけたのがステップワゴンの車中泊使用車でした。値段は最初65万円でした。こういう車はあるんだなぁなんて思いながらその時はスルーしたんですけど、1ヶ月ほど経ったある日、なんか急に気になってもうないだろうなぁと思いつつ探してみたらまだあって、しかも10万円値下がりしてたんですよ。それでどんなものか見るだけでも見てみようと思って、場所を見たらうちの近所だったんですね。なのでその日のうちに見に行きました。実際見てみると麦と2人ならちょうどいいじゃんってなって、一から作るとなると時間もお金もかかるし、何より早く旅に出たかったのでその場で購入を決めました。最初は家なんていらない、もう車でずっと生活したいって思ってたんですけど、実際に長期の旅に出てみると私には結構ストレスで3、4泊ぐらいがちょうどいいって感じなんですよね。理想と現実は違うものですね。ストレスに感じたポイントは1つ目が洗濯ですね。コインランドリーに費やす時間とお金、あと服を乾燥機にかけると早く傷みそうで、それが意外にもものすごくストレスを感じてしまいました。あとはやっぱり狭い車内空間ですよね。多分大きなハイエースとかキャブコンだったらこのストレスはなくなると思います。でもその代わり大きな車を運転するというストレスもあると思うし、行ける場所が限られてくるということが私にとっては何よりストレスなので、アウトドアを主体とした車中泊の旅をする私にはやっぱりミニバンがちょうどよかったんですよね。なので次の車もミニバンにしました。ただこのデリカ D5 はベッドが折りたためることで車内を広々と使えるということもあって、ステップワゴンよりかなり快適になってるんです。なのでデリ君なら2週間以上でもそんなにストレスにはならなさそうな気がしてます。ステップワゴンは10年うち10万キロで55万円だったんですけど、デリ君は13年うち15万キロかなで
38だったんですよね。軽自動車での車中泊から始まってステップワゴン、デリカ D5 と乗り継いでみて、私が思う普段使いもするけど車中泊にも使う車として選ぶ大切なポイントを挙げるなら、どれだけ荷物が積めるか、どれだけ生活空間が広いか、行きたいところにどれぐらい行けるかかなと思います。行く場所や内容によって車を変えれる人には関係ないと思いますが、1台しか所有できない身からするといろんな用途に使えないと困りますよね。 DIY でお世話になったワンコ友達のホタテ父ちゃんが、使っていくうちにいろいろカスタマイズしたくなるだろうからとシンプルにデザインしてくれたんですけど、そのおかげでアウトドア道具はたくさん詰めるし、日常でもいろいろ詰めて役立つし、もうカスタマイズする必要ないってくらい私にとっては完璧な車に仕上がりました。なのでもしまた買い替えることがあるなら、もう一度デリカ D5 を買って、この内装をそのまま移設したいと思っているくらいに気に入っています。ということで、私の動く城、車中泊仕様のデリカ D5 にかかった費用でした。私がステップワゴンを買った当初は、もうすでに数年前からキャンピングカーとか車中泊とかがブームになってた時代だったんですよね。なので中古車の価格もどんどん上がってる時代ではあったんですけど、たまたま安くで購入することができたので今があるって感じですね。どんな車がいいかわからないけど早く車中泊したいって思ってる方は、今ある車を車中泊仕様にフルフラットにして寝れるようにするだけでも全然旅に出れますし、 DIY は安くで済むかもしれないけど、それでも材料費にお金はかかるので、それなら中古車を買った方が早くて安いかもしれないですよね。最初ってあれもこれもつけたいなって思うんですよ。私も最初はもう本当に生活できるぐらいの装備をつけようと思ってたんですよね。だけど実際旅に出てみたら、トイレもシャワーもなくても日本だったら全然旅できるし、むしろ旅をしていて気がついたのは、観光旅行よりアウトドアをメインとした旅の方が私は好きだなと思ったので、やっぱりね、旅をしてみないとわからない部分はあると思いますね。ぜひぜひ皆さんも車中泊の旅に出て楽しい思い出をたくさん作ってください。特に今は出かけるのが大変な時期ではあるんですけど、ソーシャルディスタンスを保って旅をすることができるので、なるべく人がいないような場所、少ない時間帯、そういったことを気をつけてこれからも旅をしていきたいなと思っています。ということで、もう麦さん寝ちゃったのでこの辺で失礼します。おやすみなさーい。